近づけば届くかな。ご飯でーす。シャンパーニュでございます。シャンパーニュでーす。乾杯。マネージャーも乾杯。マネージャー全部こぼした。甘い、ね、甘い。シャンパンじゃなくない？食前酒、日本酒っぽくない？ちょっと ね、さっき話してたやつじゃない？それか日本酒の、日本酒だ。スパークリング、獺祭スパークリング、ね、そういう感じ、すっごい甘いんだもん。だってね、だってさ、カーってくるじゃん。そうね、なかったからすでに酔っ払ってるんで、もう酒飲んでますからね、はい、好き勝手に始めちゃった、始めちゃったからちょっとご飯を入れないといけないさ。うまみだし、はい、おいしそう、うん、まずだしか、だしもいただいちゃった。美味しい、ね、すごい美味しい。飲みますよ。いただきます。すだちが最高。日本酒、日本酒だよね。日本酒、これ私買って言っちゃったらやばい、やばいやつ。いただきます。これ、鶏もここまでだ、うん、フライ、アワビのフライ、いただきます。じゃあ、ありがとうございます。ビールは、乾杯。すいません、お酒3枚、はい、バーイ。あー、すごいいい香り。これはダメだ、やばいやつ、やばいやつ。これみんな天国行って、これは天国行きます。これはすごい天国へのお酒。これはダメだ、飲みやすぎちゃう、うん、ちょっとちょこちょこいただきます。飲んでやすそうね。危ない危ない、ちょっとこれが、じゃあ吸いときますか。あー、ダメダメダメ。いい、あー入れるよ。いいよ、手雑居売副会長、副会長だから。ああ、飲んじゃった。ああ、ダメだ、ダメだ。もう使い物にならない。はい。素晴らしい。これもう使い物にならない。いくらつって。いや、マジ衝撃だった。それは衝撃だね。だってもう、なんか、ありがとう。まこれか、うん、え、あ、これだ、これそんな飲めないですよ。これ明日この量、致死量多分、これを、今なこの量を飲むと明日私は顔が倍になってます。倍になってます。だから次の回で倍になったらこれを全部飲んだなって思ってください。何このお酒の、ちょっとやばいね、この量。あの、なんか大学生の時に先輩が飲めなかった酒回されたみたいな感じだったの。お前飲めみたいな。サークル1年生ね。そうです。そしてお料理は美味しい。うまくないものがない。うん、美味しいのしかない。うまい。時間に最高な1、2、3です。ストップ、ストップ、ストップがまだいっぱい。素晴らしい、素晴らしいね。これはもう明日終わったな、うん、明日朝食7時。
今日早めに寝ないと終わりよ。終わるね。カッパンパンですよ。というかまず7時の朝食食べられるかというぐらい、ね、今日は。でも時間早いから今日ご飯。あ、そうだね、確かに。昨日は8時だったんだ。そうね、今日はまだ6時台。まず今6時半だから。あ、じゃあ大丈夫かな。いやこれだってここめっちゃ来るじゃん。すごいよ。作りでしょ。うん、うわ、来たら肉来ましたね。中心の肉じゃん。いや、いつ食べたっけ肉。食べてないよ、ね、最初の、お好み焼き、お好み焼きの以来。そうで、肉肉タイですよ。あ、サワラ、はい、で、またタイです。タイ、タイ、タイ、サワラ、タイ、肉、タイ、サワラ、タイ、タイ、米。なんというゴージャスな。もうじゃあ、ちょっとそうね、いやいいのここね、ブクブクに太ってというか、多分これ東京に帰ったら使い物にならないぐらいの人なんでダメ人間甘えちゃってそう。こんな美味しいもん毎日食べてる。こちらこちらこちらゆっくり。おいしゅうございます。次のだけのよくわからないお作りでしょ。刺身あ、お作りか、うん、作りか、作りでしょ。あ、作りか。このリで作りね。じゃない普通ひらがなのリだけど、おしゃれ。はい、次作り取れてる、取れてない。私はもうこれが楽しみ。甘いの苦手だけど、もなか、はい、レーズン系は、あ、そう、小豆系は好きです。和系はいける。レーズン食べれない。でもなかだけ食べる。もなかだけ食べる。問題はここまで食べきれるか。そう、まずこれがね。結構来るよこれ。いやこれ多分結構きつい。1、2、3、4、5、7、8、9、10。もうだってすでに11だよ。すごいね。結構来るよ。すごいことですよ。なんだ。なんか今モードが食事からお酒になっちゃった。でもつまみ達成。食事的にもすごい。お酒だよね。そうね。お酒の食事。すごい、またね、お飲み物がですよ、こんなにあるんですよ。見えますかね。すごい、すごい、すごい数ある。これはこれ多分全部制覇したら明日顔はこんなの、もう多分画面に映らない。映らない、はい、フルハイビジョンとかって言われてるやつでも、あの2人が入りきらない。そうですね、その場合はなんだってこう、そう、マスクを取りません。はい、交互期待。期待するな。期待させるな。そうか。